はい、新宿駅ご通行中の皆様、お騒がせしております、コラボという団体の住民監査請求がありまして、今東京都では委託事業の会計がずさんである問題、補助金事業の会計がずさんである問題というのが発生しておるんですけれども、このコラボ問題に対してですね、維新の足立康議員という方がですね、こんなこと大したことないよ、NPO 法人社団法人はどこも会計がずさんなんだよなんていうことを発してですね、問題の矮小化火消しを図っておりました。足立康議員のお兄さんおりまして、これが 3N という NPO 法人をやってるんですけれども、兄の団体はずさんな会計してないのか、言われまして、足立康議員は兄のところはしてませんと、デマであります、そんなことを反論いたしました、ところがですね、その兄は足立康氏の兄は、今までの投稿をしてですね、自分の持つ NPO 法人のホームページに鍵をかけてパスワードがないと見れないようにして一般人を締め出しておりました。足立康氏の兄の NPO 法人は5000万円の税金をもらって障害者を職業訓練すると、そして障害者を働かせて、売り上げの1億円をもらって2割搾取して、障害者の皆さんに払うと、こんな商売をやっておりました。そういうですね、税金が1円でも入った足立康氏の兄のような団体、税金で事業している団体のですね、ホームページを封鎖する、一般人が見れなくする、これは納税者にとってはたまったもんじゃありませんよね。公金が、税金が1円でも入っている団体の情報が有権者が見れないなんてことはおかしいと思いませんか。違法であるとまでは言いませんけれども、道義的におかしいと思います。税金1円でも入っているんだったら納税者に情報を見せるべきではないでしょうか。その足立兄、足立康議員の兄の動きに対してですね、私が怪しい、投稿したところ、国会議員である足立康氏が、訴えたいので弁護士に相談しますと、私を脅すような投稿をしておりました。国会議員という権力者が私のように善良でか弱い一般人を訴訟するので脅すなんてことは許しがたいことであります。足立康氏は一般人を脅迫するのやめてください。維新は脅迫議員である足立康氏を速やかに除名した方がいいと思います。トカゲの尻尾切りではないですけれども、問題があるメンバーを正さないと、一般人を脅迫するような国会議員の足立康氏を放置しておくと維新の会にまで被害が及びますよ。維新の会まで悪口言われますよ。悪いのは足立康氏一人であります。あと怪しいのが足立康氏の兄であります。1億円労働の売り上げがあって、訓練代補助として5000万円税金もらって、それでですね、ちょっと突っ込まれたからって1ヶ月でこのままでは倒産しますって足立兄が投稿してましたけれども、そんなね、年間の売り上げが手に入る金が1億5000万もあるような有料な団体での運転資金が1ヶ月持たないなんておかしいと思いませんか。足立兄の NPO 法人は怪しいですし、足立康氏衆議院議員は一般人を脅迫するようなゴミクズであります。維新の会は速やかに足立康氏を除名した方がよろしいかと思います。